スレパン、みゆきとおととい来やがれー、イエーイ。さあ、ということで、いや違う、みふきじゃないの、大島みふきです、よろしくお願いします。そんな人じゃない、みんなで盛り上げていきたいと思います。風じゃないのよ、よろしくお願いします。まっすーじゃないのよ。え、まっすーじゃないのよ。違うの、何みふきちゃん、そんな、初めまして、違う違う、みふきです、みふきですって言ってないから。スレパンの純正さんですか。アイドルオーディションでもいないタイプの変な人飛んだのよ、みふきが飛んじゃったのよ。なんでちゃんと揃う時ないんだろうね。本当だよ、2回目か。もうこのラジオが嫌で事務所にずっと言ってたんだけど全然言うこと聞いてくれないから、本当はラジオの本番で言ったんだって。ほんだらね結構攻めるタイプやな。ちょっとネットニュースになっちゃって、それ小倉優香やないかい。やめとけおい、それケンコバさんのラジオでいろいろ物議がもした小倉優香さんやないかい。事務所から出なかった。そう、事務所に言ってたけど、はい、今日はちょっと情報で、まあ今日はちょっと舞台があるということで。あ、そうねんね、うん、前回も告知されてた、ね、その舞台でお休みということです。はいはいはい、我々でやりたいと思います、はい、そして絶賛、ね、上映中、上演中、ね、あ、そう、上演中で、はい、まだね、で、はいはい、俺らも見に行きますからね。そうだそうだ、行きますよ、金曜日に、はい、SNS もね、皆さんチェックしてください。あの、おでこ出して写真撮ってるんで、あの人が、ね、まあまあ出てるけど、はい、ね、おでこ出して出てる、自信があるんだろうね、おでこにね、もっと違うとこ見れよ、うん、やっぱおでこ出すってことはさ、なかなかさ、前髪で隠すのがね、なかなか、おでこなかなかね、出さないよ。喋りすぎやね、出さないからさ。いや、おでこ、俺ら全開やね、俺ら自信あるから、おでこ俺ら全開やね、出すよそりゃ、おでこ出さないと。おでこ見てんの、政治家だっておでこ出すからね、あれ威厳なんだって。政治家ってオールバックにしたりとか、そうそうそう、まあまあ、おでこ出すことによって殺してる人はいない。そうそうそう、やっぱり威厳を保つためにはそれが必要らしい。いや、取ってよ、とて俺らもそれで乗っ取ってるわけじゃないじゃん。あ、そう、それで俺ら政治家になりたいん。でもさ、政治家で思いましたけど、大谷今すごいね。関係ないかな、大谷さ、政治家関係ないやん。あの手術を終えて、あ、まあね、でマッピング練習どうかなと思ったらバンバンホームラン打ってたよ。あれすごいね、トミー・リー・ジョン手術、トミー・ジョンや、トミー・ジョン手術、トミー・ジョン手術あのこの世界は美しいの人じゃないあれ医者ないのよ、缶コーヒーの人じゃない、医者じゃないのよ、ね、あ、そうなのこの世界は、トミー・ジョン手術あでして、その後また手術して、肘のね、靭帯再建手術、ドジャースで頑張ってる。いや、俺さ、連日のそのニュース、うんうん、大谷キャンプ情報、ああね、今もう毎日やってるじゃん。そんないるっていうとこまで、あ、本当、もう、いや、もう気になってる人が多いんだよ。いや、で、あの山本由伸っていうね、日本のエースが今回ドジャース、行ったね、同じチームメイトになりましたって話題になって、うん、で、一応大谷翔平のキャンプ情報バーン出て、で、山本由伸も、うん、キャンプで合流、うん、なんか2人で会話もしましたみたいな、うん、それ会話するやろ、それ同じ日本人同士だから、それでね、ニュースなってた、うん、で、そしたら CM またいでよ、うん、この後山本由伸が向かったのはって言って CM 入って、 CM 明けでお、山本が向かったのはブルペンです。そりゃそうやろピッチャーだからブルペンに向かって、ブルペン行くやろピッチャーとグローブとスパイク持って、この後山本由伸が向かったのはそりゃブルペンやろ、お風呂でしたみたいな、お風呂だったら、ね、お風呂にもスパイクとグローブ持って、そりゃ CM またいでいいブルペンは行くって何をまたいでんの、そりゃ行くわな、うん、何あの過剰ニュース、いやいや、それぐらいね、もうないの、話題話題、いや、ない、もっとあるでしょ。いや、まあまああるけど、日本人情報、いや、それぐらい別にそのたわいもないことがだって今年、あの今日だってあのダルビッシュとあの松井裕樹、そう、チームメイトになります、ブルペンに入ってみたいな、ね、なんと、うん、同じブルペンで投げるのは初めてみたいな、そりゃそうやろ、初めて同じチームになったんやから、同じブルペンで投げるの初めてだ、それ なんだろうね、あれ、ね、前はそう、いや、そう言いたいの、まあ、言いたいの、まあいいけどね、でそれでみんな喜べばいいじゃん。そういう視点で最近見るのが面白くて、面白いでしょ、そうそうそう、夕方のニュースとか特にね、そうだ、21スイング全部見せますって、うん、フリーバッティングね、21本なんかホームラン打ったら、うん、全部見せますっつって、うん、ゲージの首から上ぐらいしか映ってないところにとか何球か映って、そんなとこ映すな、うん、まあでもね、こっちフォームみたいね、フォームね、なんで首の後ろみたいな顔、大谷が、もう大谷の一挙手一投足四投身が見たいのよ、四投身なわけないやろ見たい見たい、絶対八ちょいはある八ちょいはあるでしょ、九ちょいって言われてるからそっかね、え、まあまあ、いやいや、まあ、ね、昨今はそんな話題でございますけども、まあ、ちょっとね、野球好きなもんでね、うん、で我々の番組、この番組もね、はいはい、まあもう3回目、まあ、うん、0回目も入れたら3回目、ね、そう、3回目ということでね、はいはいはい、いろいろやっていかなきゃいけないんだけど、今日ミフミフがいないから、そうです、ちょっとね、助っ人というか、まあ、ゲスト兼 MC、うん、MC 兼ゲストね、志村兼兼
件何が何が欲しかった来てもらう、ね、来てもらってますからありがとうございます、はい、ご紹介しましょう。お願いします。加藤さんかな。はい、はい、ということで本日の、MC プラスゲスト朝日桃花さんです。どうぞ。お願いします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 。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでよろしくお願いします。はい、ね、初めましてではないんですよ、ね、初めましてではないですね、まあ、うん、顔合わせたぐらいはね、うん、おでことおでこをね合わせたぐらいはありますよね。顔合わせって言わない。顔合わせでね、うん、もう舞台の時全員で顔合わせするめっちゃ辛いやん。あ、今日おでこ出してるじゃないですか。そうなんですよ、ね、私もちょっといやデコピントリオだ。デコピントリオデコピントリオで大谷の犬とちょっとかかってるデコピンね。デコいね。よくわかったね。デコピン、大谷の犬デコピンって言うんですよ。一緒にお風呂入ってるらしいですよ大谷。よくわからんけどね。めんどくさい、めんどくさいでしょ。あ、お風呂が。そう、あのユニットバス、ユニットバスで一緒に洗うんだ。道具みたいに言うな。と一緒に洗うみたいな。犬を道具みたいに言わないんだ。ということで今日来ていただきましたけれども、はいはい、ありがとうございます。朝日さん、はい、よろしくお願いします。朝日桃花です。女優。女優だって。女優じゃないんですよ。ただの女優じゃないんですよ。違うんだ。何ですか。サメ女優。サメ女優。サメ女優ですね。サメ女優。そんなことしない。これでサメ女優って言われてもちょっとピンとこないし、デコピンとも来ないんですけども。デコピンはしない。デコピンとは大体来ないね。そんなことないですけど。これちょっと説明してもらって、サメ女優というのは、はい、はいはいはい、あの実はですね、私ラブシャークというサメ映画で主演やらせてもらって、はいはい、映画の主演、サメ役ですか。あ、違うでしょ。あ、そうね、主演。サメ役じゃない。だからね、だとしたらもう見えない。あ、そう、サメっぽいとこありますね。本当ですか。はい、ちょっとそれは思ってました。思わないでください。思ってた。人間にやらせてくださいよ。なんか見たことある。彼もあのシュモクザメって言われててね、あの目が離れてて、確かに。確かに。ハマヘッドシャーク言わせないでください。誰がやねん、おい。僕はガラパゴスゾウガメって言われてました。わかんない。ちょっと斜め上だったね。めっちゃでっかいゆっくりのやつね。そう、サメ女優ね、サメの映画によく出てらしてるっていうので、サメ女優、ね、どういう、はい、ラブシャーク、はい、これどんな、あと井戸シャークっていうのがあるんですけど。井戸シャーク。そうなんですよ。ラブ、井戸、ラブと今2作目続いてまして、はいはいはい、なんと国産サメ映画でそういう2作品連続で出ている女優は私ただ一人らしい、うん、すげー。ということでサメ女優ということで。なるほどね、はい、すごー、はい、あ、これですか、出てます今ね。井戸シャーク。これはもしかして井戸からシャークが出てくる。そうなんです。貞子方式ですか。そうなんです。カラーカラー、カラーすごいね。カラーカラーカラーよく見つけてくださいました。ちょっと干上がってないサメ。ね、なんかカピカピやな。うん、カピカピで全体的にカピカピですよね。え、そういうちょっとなんですか、あ、顎パンチ食らった後の揺れ方してるみたいな、なんか。え、ちなみにこの井戸シャークはどういう、まあ、あらすじというか。はい、ま、あの井戸シャーク、はい、ラブシャークどっちも心霊調査、はい、ビッグサマンっていうチームが調査したドキュメンタリーな結果の映画なんですけど、はい、なるほどなるほど。井戸シャークは、そう、心霊調査をしていったら、うん、はいはい、井戸から異形のものが出てきてそれがサメだったはいはい、はい、で次ラブは全然井戸とはちょっとあの話はつながってないんですけど、あの、まあ、その心霊調査みたいなのをやってた、うんうんうん、私が、はい、もう疲れたと、はい、心霊調査芸能界もやめたい、うん、彼氏欲しいって言って、なるほど、恋愛企画をやったら、はい、ちょっと彼氏候補みたいな人が現れて、うんうんうん、その人と恋に落ちた愛の逃避行っていう、はー、はい、いろいろ乗っかってボリューム満線、満線ですね、満線、ね、満線ですわ本当に。あの毎回辞書で出してもらっていいよ、うん、ご言葉の意味満線ね、満線とカラーとでもなんかすごい伝わりますね。いやすごいな、まあ、そんなね朝日さんに来てもらったんですけど、はい、はい、ありがとうございます。いやでもあれでしょ、うん、さっき登場するときに、うん、はいはい、曲が流れてたんですけど、いい歌流れてました。いい歌流れてましたよね。あれはの何の曲なんですか、あれ。何の曲ですか。ヒロインミュージックさんが、はいはい、編曲してくださって、ここのね今スポンサーになってもらっている、はい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 、ありがとうございます、はい。タイトルが特にないんですけど、タイトルがない曲なんかあるんですかラブシャークエンディングソングです。あー、なるほどなるほど、映画、映画で使われたのエンディングで流れる曲、はい、すごい、歌ってるんですか。歌ってる、なんと、ね、歌ってるんです。いい曲ですねじゃないんだよ。いい曲ですね言うて、すごいすごい。あ、なるほど、これ、これはもちろん CD というか、あ、もう考えてます。あー、すごいすごいすごい、いいですね、いいね、
素晴らしいね。え、歌曲と、はい、この番組はちょっとね曲とね、そうですそうです、いろいろ人のねこの浮き沈みをね、浮き沈みまで、人の浮き沈みを掘り下げる番組なんですけど、まあ今回はまあ今日がバレンタインですから、うわバレンタインデーか、バレンタインっていうのもあって、ね、まあ、一応テーマも、はいはいはい、いろいろ嬉しい、じゃあいろいろね、来てるんでちょっと読ませてもらっていいですか、はい、あ、じゃあちょっとその前にすいません、あ、どうですか、バレンタインということで、はい、ちょっと朝日お近づき、マジで、あ、だ、だ、もう、そう、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やった。いや、なんかあんまもらわなくなったよね。ちょっと。あなたはね。あら、え、あなた、え、え、あら、あら。そんな、そんなことないでしょ。実家姉ちゃんとおかんがいるから、毎年ロシアもらうの。金の。送ってもらうんでしょ？いや、家にいた時よ。学生時代とか。はいはいはい。やっぱ離れるとさ、チョコはないわけで、うん、ほぼギリだから、そんなことないやん、もういっぱいおるやん、いっぱいおるやん、いないいない、俺知っとるよ、いっぱいおるやん、いないいない、いないよ、おるやん、いないよ。どっちの方がこうね表になるんですか、ちょっと、あ、ちなみにどっちだと、まあ、全然あんま情報知らないと、どっちだと思います、はい、いや、ちょっとどそれはちょっと選びづらい、選びづらい、あ、感覚です、感覚で、感覚で、あんまり知らないからこそ全然いける、そうそう、いけるっていうのがあると思いますけども、こっちの方がノーアルドンちゃうよ、女性今日絶対持って帰ってやるからね、これどういうこと、絶対このチョコ持って帰ってやるからな、どういうモチベーション、どっちなんですか、こうお互いが、いや、正解です、正解です、本当に正解で、そう、男性にも、あ、女性にモテて男性にモテるタイプ、男性モテるタイプですね、いや、そうなんですよ、いや、本当にね、なんて言うんだろうな、こう人をこう人たらしというか、まあ言葉がどうかわかんない、本当に僕もそう思います、うん、大好きなんですよ、みんな、よくない、自信が出ちゃってますね、違う、なんか そんなことはないんですけどそんなことはないんですけど、やっぱそうなっちゃうんですよね、うん、好きやもんね、うん、なんか本当にみんな一緒だと思ってるから、あ、それがなんかあんま男女の差なく、全く関係なく、そうそうそう、普通にまああんま好き嫌いもないし、うん、ミステリアスって言われるらしいですね、結構ね、そうそうそう、確かにちょっとその雰囲気は ねあるでしょ、だからもっと知りたい、もっと知りたいってなるらしいんですよ、全く喋んないじゃないですか、うん、僕自分のことをあ、そうなんですね、あんま自分のこと喋ろうと思ってないから、なんかそれがミステリアスと捉えられ、はい、ちょっとこういいなって思われることはめちゃくちゃ多いです、バレンタインでも、ですね、バレンタインデーあげたりとか、本命作ったことあります、あります、す、ありますあります、あったかなと思って、え、手作りで、手作りで作っちゃう、うわ、マジっすか、鍋で、鍋で作るか、鍋でこう、大鍋でやらないとかって、絶対毒薬が入ってるやつや、そんなマンモス校だったんですか、マンモス校、マンモス校すぎない好きな人、いや、マンモス校でも好きな人がいっぱいおるわけないやろ、そんな、あ、そっか、巨人か、あ、そうなんですか、それはちなみに実った恋なんですか、実らなかったんですよ、あげたのに、あげたのに、やっぱこう緊張するす、ね、緊張しますね、あ、そうなんだ、その渡すタイミングとかちゃんと受け取ってくれるとかとか、そうそう、ね、呼ばないそうそうそうといけないじゃないですか、ふえー、声かけた時点でもフラグでしょ、そうですよね、もうね、今日じゃあ何時にね、あそこ来てって言ったら前来てとかなったら、うんうん、俺大変や、俺虫歯だからって言って、も拒否したことありますよ、それ聞いたことある、そう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 、ガチですか、それ何ツンデレで、え、その恥ずかしがって、いやいや、そうだ、いや、子供の頃ね、子供の頃に近所住んでる高田康奈ちゃんってとこがいて、全部の子がピンポーンって来て来て、うちの親や、で、涼介来とるよみたいな、あ、何ガラガラって言ったら、涼介くんいつもありがとう、これ作ってきたからって、俺虫歯だからバン、最低、人間の所業じゃない、その時のチョコは苦かっただろうね、本当にね、あの子はね、うん、苦かったよ多分自分で食べたんだじゃん、そうそうそう、食べたみんなで多分、ね、家に持って帰って、なんか恥ずかしかったんですか、嫌いだったわけじゃない、いやでもなんでしょう、そうそうそう、多分そう、いや本当のこと言うと多分恥ずかしかったのがあるんでしょうけど、どう、うん、まあ
本音はね、で建前は多分タイプじゃなかった。あ、うんうん、本音は多分恥ずかしかった。でも建前はタイプじゃなかったっていうのはあるかもしれないですね。お前芸人になるべくしてなってるな、じゃあ。そうそうそう、もう敵ばって前おかしくなって。本音と建前がどっちか。普通の人じゃないから。そうそうそう。めっちゃ芸人やもん。今日もよろしくお願いしますって言ったの建前ですからね。ああ、本音は。本音はよろしくお願いしますね。ああ、どっちも一緒。ほっとしました。ほっとしました。なんて言おうかと思うんですけど、まあちょっとねコメントでも、はい、いっぱいねお便り届いております。ありがとうございます。どんどん送ってください。はい、読みましょう。これは今回はねテーマが初恋ということで、初恋にまつわるところから、はい、まあ、曲もね、はい、まあ、この曲聴いたらあの時の初恋思い出すなみたいなのがありましたら、はい、ということで、じゃあメールいっぱい来てるんでちょっと読みましょうか、はい、お願いいたします。それでは純正さんメールをお願いいたします。あんまそれで振らないのよ。読みます。ありがとうございます。よりねありがとうございます。よりねさん、あ、読んじゃった。ラジオネーム桑原和子さん。はい、桑原和子さん、あね、純正喜劇のね、純正喜劇さん、ちゃんとホワイトデーにお返しするんやで。ちなみに何をプレゼントするか二人のセンスを探りたいので教えてください。なるほどね、今もらったからね、はい、うん、同じものをあげます僕は。全く同じものを、はい、調べて一月後ですあの時のです。でも取っとけばいいです。一応味の感想ね。はい、よかったよかった。こういう時返すのなんだろうね。前なんかクッキーとか言うじゃないですか。あ、そうなんですか。そうで、なんかちょっとまあ一応調べたんですよ、バレンタインとはみたいな。え、すごい、そんなことある。一応ね、え、て今日もらえると思ってね、もらった場合は、うわー、ほんとすごいね。もらえると思ってないからめちゃくちゃ嬉しいんだけど。すごい温泉に使っとるやんか、お前。え、温泉むずいこと言うなよ。温泉使っとるなお前。レベル高いこと言うなお前。合わせてくれよ。だから、まあ今日もバレンタインデーにやるっていうことでいろいろ調べたら、ホワイトデーって日本の文化っぽいのよ。あ、返すということ自体が、アメリカホワイトデーがないらしいの。もうバレンタインデーで、どっち今の、バレンタインデーとバレンタインデーはどっち今の、バレンタインデーなのかバレンタインデーって言ってるのか。そんな気になる。気になる気になる。いや、そのいちいち言いたくなっちゃう。スルーできたでしょ。いちいち言いたくなっちゃうの。どっちかな。うちたちはいちいち言いたくなっちゃうタチなの。なんで女子やねお前。なんで可愛いの。みゆきだから今日。そっか。むずいな。どういうこと？だから、何の話？でホワイトデーっていうあれがなくて、なんかだからアメリカではそのバレンタインデーだけで。あのやり取りをするらしい。お男もあげたりもするらしい。あ、でも今日本でももうそうらしいね。もう男女関係なく、逆行みたいな。でもだから僕ら学生時代はね、コンビで学生時代の時とか、うん、ホワイトデーはやらなきゃみたいな、返さなきゃみたいななかった。あったあった。いや、返してた。だからもらったりして、まあ、クッキーを返すのが、うん、何答えみたいな。そう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 、チョコと違うみたいな。あれでしょ、感じじゃないっけ。答え、アンサーが、よろしくお願いします的なのは返す。まあ要は好きです、付き合ってください的なののアンサーがクッキーでよろしくみたいな。そんな1ヶ月も開ける？確かに確かに。いやでもね、どういう、いや、それぐらいが甘酸っぱいこの距離感なんじゃない。ちょうどいい距離感なんだその頃はね。こっからの1ヶ月めちゃくちゃ楽しいんだ学生は。そうそうそう、いやいや学生どころじゃないよ、俺らもそうよ。確かに確かに、本命だと思ってるから。マジか。はい。こんなちっちゃい本命。はい、いや嬉しい。大きさじゃない、愛は大きさじゃない。愛は形。誰が言うてんねん。これハートの形、ハートの形、四角い形、スクエアスタイルね。スクエアスタイルだわ。あんま言わない。スクエアスタイルの愛で。純正さん何返すの？何返すのよ？いやーでも多分あの俺が好きなものをあげると思う。ああなるほどね。俺はこれ好きなんだっていう、まあ別になんかさ当てつけじゃないけど、実はチョコじゃないんですとかってわけじゃないけど、うん、まあ強要じゃなくてね。お返しとしてなんかクッキーっていうよりは。うん、もう俺が好きなお菓子を返すみたいな、うん、まあこう同じぐらいの相当のものを返すかなみたいな、食べ物ではあるね。あさひさん何を返してもらったら嬉しい？あ、確かに。純金のネックレスとか。うわー出たー。やっぱそういうこと。俺と同じ感覚だ。やば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 。温泉浸かります。カメラなるべく右に寄ってなんで俺映せ、やばいから。なんでやろ、やばいからなるべく右に寄ってます。まあまあ一応ねこういう感じの返しをします。はい、他にもお願いします。モンマッチさんありがとうございます。ありがとうございます。スレナパンダさん、朝日さん、楽しく拝聴しています。ありがとうございます。バレンタインデーにおすすめのポテトチップスを教えてください。はい、小池屋です。会社ごと、会社ごと、小池屋なら何でもいいんだよ。なんかポテチとか食べます？あんまり食べないんですけど、バレンタインデーといえば
こうポテトチップスの塩味にこうチョコチップディップ、はいはい、チョコをディップみたいな、あるあの塩チョコみたいになってるのが、うわすごい食べ方だよね、ギザギザのさ、あそうですそうですそうですコーティングされて、めっちゃうまいですよね、すごいね、甘としょっぱい、あるあるある、あ甘いものしょっぱいもの交互に食べるといいって言うもんね、あのねちょっと俺のおすすめはポテチとちょっと違うんですけど、そのあのギンビスのアスパラガス、あるあるある、アスパラガスっていうね、ごまのスティックのやつ、うん、はいはいはい、あります、あれのチョコがあるの、はいはいはい、ありますあります、めちゃくちゃうまい、あれはあれは超うまいな、え、みんな知ってるんですか、私全然知らない、あ、多分まあまあ有名な昔からある、そうなんですよ、ギンビスのアスパラガス、そう、どの世代も多分皆さん知ってると思いますよ、うん、多分チョコは最近かな、ね、あるんだけど、あれめちゃくちゃうまい、びっくりして、ね、なんかチョコ味のクッキーだと思って食べたら違くて、うん、なんかもうジュワッとめっちゃチョコなの、ウルトラマン、ジュワッ食べたからジュワッジュワッブラッ帰ってるよ、帰るまで帰るまで、あこれアスパラガスね、あ、このチョコの染み込んだって書いてて、まあ、そうだと思って食べたらめもっとチョコだ、うん、食べたらどうなんだっけ、ジュワ相当強い敵やな、うわうわジュワすごいね、ウルトラマンになります、ウルトラマンアスパラガスね、あの見かけたら食べてみてください、ウルトラマンアスパラガスになるってやだな、なんかつぶつぶしてるでしょ、ごまでつぶつぶしてるでしょいやだな、はい、ということで、はい、まあ、じゃあ一応じゃあ、うん、あの、うん、初恋テーマの曲、うん、はい、あ、なるほど、ね、もう音楽の話で、そうバレンタインデーということで初恋ね、はい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 、はいはいはい、初恋をテーマなんですけども、ゲスト朝日さんの、あ、まあ、初恋エピソードを、まず初恋の曲をね、曲ちょっと曲流してもらいましょう、れ、ね、これですねっていう形で、はい、準備していただいたのでよろしくお願いいたします、あの宇多田ヒカルさんのファーストラブ、はい、なるほど、あ、もう初恋やん、もうまんままんまですね、はい、やっぱこの曲はもうすっごい売れたらしいですからね、うん、もう本当に、ね、あ懐かしい、ね、懐かしい顔してる、宇多田ヒカルさんの懐かしい顔はね、それは人によるけどね、やっぱ見とけば昨日見た人は懐かしいと思わないけど、当時の顔はやっぱ懐かしい、うん、これなんでこの曲なんですか、うん、なんか歌詞がすごい響いて、うん、なんか新しい歌歌えるまでみたいな、はいはいはい、あのところがあるんですけど、うんうん、新しい歌、ね、歌えるまずい、あれこれダハーのやつ、そうそうそうダハーだよね、ダハーズ、あ、そうだ、そうそうそうダハーのやつ、ダハーのやつ、あ、こう流れてきましたね、はい、歌詞とかが好きでちょっとこれをインしちゃったっていう感じです、ちなみに初恋はいつですか、いやちょっとこれが難しくて、うん、私あの18年間ずっと女子校で中高も一貫で、うん、あ、そうなんですか、そうなんですよ、18年間女子校だったの、幼稚園から大学まで、そうそうそう、あ、そういうことか、そうそうそう、そうなんで高校止まりだったの、高卒じゃねえよ、5回ぐらい違うなるほど、女子校で、そう、うん、演劇部だったんですよ、なるほどなるほど、演劇部ってもう女子しかいないと宝塚みたいになってくるんですよ、はい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 、あの女の先輩かっこいいみたいな、男役の先輩かっこいいみたいな、ああそういう感じなんですか、まさかそれで、そうなんですよ、あら、それで私中1の時に高1の女性の先輩もめっちゃもうキュンキュンみたいになって、待って、それってどういう感覚なんですかね、もうなんかちょっとまあでも推し活じゃないけど、ま、ファンみたいな、あ、そう、ファンとその頼れる先輩のとそれが恋なのかがまだその時分かんない感覚なんですか、分かんない感覚、あ、どっちなんだろうみたいな、どっちなんだろうみたいな、はい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 、好きがだから全然分かんなくて、だからその時分かんないよみたいな感じでベッドにストロボエッジの時分かんないよ、枕を濡らしたみたいな、あ、なるほどね、でもその甘いこの淡い感じ、甘い淡い感じが下谷さんも入ってた、マイロンの感じがね、なるほどね、懐かしいな、すごいな、ポンポン出てきますね、いやいやいや、すごいですね、いやでもあれですか、じゃあ、うん、別に伝えるとか、はい、実るとかいうのじゃなくて、はい、ずっと思ってたみたいな、そうですね、でもなんかやっぱりこうチョコとかは、うん、あの中学生なんで本当は高校生の建物あんまり行っちゃいけないんですけど、はいはいはい、なんかこう 2,3 人の友達と一緒にちょっとついてきてって言ってその先輩のクラスに渡しに行ったりとか、わあ、なるほどね、はいはいはい、素敵なエピソードですね、いやいいっすね、なんかいいですね、うん、甘酸っぱい感じ、なんか、うん、僕は実らないのが好きなんですよ、初恋って
初恋を実っちゃダメだと思ってて、初恋はずっとこう例えば死ぬまで初恋の人は、もちろんご結婚とかね、それまでいろんな恋愛をするかもしれないですけど、初恋だから実らずにずっと頭の脳裏にある、それは実ってないエピソードの方がそうビューティフルだと思ってて、そう、下手くそ英語やな、ベーデフォーなんですよね、ベーデフォーベーデフォーベーデフォー、いやだからそういう感じが一番いいなと思います、僕は、はい、まあまあ言われてみたらなんとなくそれもわからんでもない、うん、はい、ちょっとお便り読みますか、うん、じゃあいっぱい来てるんですよね、本当皆さんのその初恋というか、はいはい、あれですけど、はい、ごめんなさい、ちょっとオープニングの野球のお話のタイミングでいただいた、ラジオネーム陽キャばあさん、陽キャビャ陽キャのおばあさん、うん、なかなか揃わない音と生きやがれね、あのメンバーが、あーそうね、はいはいはい、オイラは野球が分かりませんがこの曲だけは大好きですということで、クロリの野球って曲、はいはいはい、 あるんですね、そんな曲がね、知らないこれ、はいはいはい、僕も分からないですね、クロリさんのね、まあ、曲だと思うんですけど、どういう曲なんだろう、ね、これ流れる、ちょっと聞いてみましょう、流していいですか、流れる、はい、もうがっつり野球だね、野球やん、うん、でもリリックビデオってこれ書いてある、うんうん、歌詞もあるんだ、これで入ってうん、だから野球のこの応援歌に歌詞をつけて多分、はいはいはい、出させたというか出した曲というか、初めて聞いた、はい、ちょっと書いてみよう、ね、いいね、こういうのもねあるんですよね、ちょっと野球大好きなのでね、ありがとうございます、じゃあ続きまして初恋ですか、はい、初恋です、はい、ゴローニャーさん、ありがとうございます、ちょっとね長めなんですけど、はい、お願いいたします、私の初恋にまつわる曲はワンモアタイム、ワンモアチャンスです、あーなるほど、出た正義さんね、はい、世間では初恋というと幼稚園や小学生ぐらいのイメージではないかと思いますが、私は中学生で、はい、今から思えばあれは初恋だったのかなと思いますと、なるほどなるほど、中学1年生の時にバレンタインデーにチョコレートをもらいましたが、うん、当時はまだ幼く恋愛が分からず男友達と遊んだり部活をしている方が楽しかったと思います、はい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 、そのことは3年間クラスが同じで、うん、常にそばにいる感じでした、まあ、近かったんですね、なるほどなるほど、今思うと部活や男友達を優先する自分に合わせてくれたんだと思いますが、うんうん、学校から一緒に帰ったり公園で話したりその程度だったのですが、彼女からしたら付き合っていると感じたのではないでしょうか、あ向こうはね、そうそうそう、うん、で高校が別々になり始め、うん、なり始めて何別々になりゆっくりなり始めておかしい、高校はある日からバンってなるから高校がだん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 高校生活に行くことないから、なんか気づいたらあれなんかあれなんか私高校制服が色変わってきたじゃないから数学 A になったみたいなこの人が間違ってるみたいになるから、ごめんなさい、高校が別々になり初めて彼女がいないことに寂しさを感じました、あーなるほど、周期になってね、そうそうそう、これが難しい、ね、うん、だんだん高校生になり始めて彼女がいないことに寂しさをじゃないんだ、その子が気になり、高校3年間誰とも付き合いませんでした、あら彼女の気持ちに気づきいつも言っていた公園に呼び出し告白しましたが、もう遅いんだと、もう一度あの頃に戻れたらなんてたまに思い出す、ああ俺の初恋じゃないけど俺の恋愛エピソード似てますねこれ、本当ですか、はい、確かにちょっと聞いたことある、うん、僕もねあの中学校の時にずっと好きだったんですけど告白できずに、で、そうそうそう、後々告白したらもうその人に彼氏がいて、はいはい、でその頃よく遊んでた頃は実は好きでしたみたいなこと言われて、後々で本当になぎなた持っていきました僕バカじゃないなんで実家になぎなた、ふざけんじゃねえぞ、おばあちゃんのやつやろどうせ、ね、おいおいサマーオーズやないかいそれ、おばあちゃんのなぎなたサマーオーズやないかい最後バビスケやないかい、お前んちが舞台やろ大屋敷、うん、すごい、いやなるほどね、そんなやつとか、いやちょっと淡いね、でもどうなんだろうねそれ、好きな、まあ言えないよね中学の時とかってね、まあ、ちょっと素直には言えないね、そう、あとほんとさっき言ったように男の子とかと遊んでる方がまだ楽しいと思うけど、うん、ちょっと恥ずかしさがね、グループで遊んでなんとか和ますみたいなのはやってます、ある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 、で、あのインスタでもちょっと募集してたやつ来ました、あお願いいたします、ありがとうございます、ちずるんさん、はい、ちずるんさん、はい、初恋の曲はありませんが、いくつになっても恋をしたいなと思える曲は星野源さんの恋、なるほど、星源のね、星源の恋ね、源さんって脳の星源脳をキュッと星野源さんね、星野源さんね、星野源さんねまあでもこれもいい曲だよね、なんか明るい気持ちだよね、これあれもあれじゃん、ドラマもねすごい人気でしたしね、あれも美しい感じでいいよね、早い意味合いじゃないの、そういう意味合いじゃないの
なんか変な弱ささも新しいタイプ。どっちかというと IKKO さんやろ。あ、そっか。どんだけダブルバージョンで。ありがとうございます。なるほどね。まあ、初恋の曲ないとは言えね、うん、やっぱ思い出したりね、曲でやっぱちょっとこう恋恋するときあるよね。なんか初恋って言ってもなんか別に初恋じゃなくてもなんか当てはまる曲っていっぱいあるじゃん。あの人、うんね、例えば、あの時恋愛してた時にこの曲は彼が好きだったなとか、あの時に流れてたのがちょっと悲しいなとか、めちゃくちゃある。だから失恋して街歩いてた時に流れてた街の曲がずっと頭から離れないとか、あるでしょみんな絶対。全然ある、うん、ふざけんじゃねえぞ。いやそんな通勤してた。すごいじゃん。急になぎなた持ってくるから気をつけてみんな。なぎなた持ってるからよ。ゆうじさんありがとうございます。ありがとうございます。朝日ももかさん、スレパンと松田聖子の赤いスイートピー歌ってください。ちなみに初恋はキャンディーズのランちゃん。ああ、なるほど。そのパターンもあるね。確かにテレビの向こうで、向こう側で初恋にっていう、はいはいはい、ああいたかな俺そういう人。春色の汽車に乗って海へ連れて行ってよ、うん、赤いスイートピー。いや、あれ言っちゃダメなこと言ってんじゃない。そんなちゃんとこうみんもうピーのタイミングめっちゃ大変やピーのピーエーの毎回歌番組でね、生放送でスイートの時めっちゃ大変やピー。いや、ピーやだな。音やだな。すごいね、赤いスイートピーか。思い出すんだね。でも確かにいい曲よね、うん、今でもやっぱ聴くしね。キャンディーズね、俺らも全然世代じゃないですけど、うん、まあ、まあ本当映像でちょっと見てくれないかな。でも国民的アイドルなんですよね、うん、どっちかっていうとおにゃんこクラブの方が見たり聞いたりは多かったかもしれない、ね、あ、本当ですか。まあ、でも全然世代ではないですけどね、はい、なるほど、まあ、逆にテレビの方とか、うん、はい、ちょっと子供の頃見てて、あ、この人初恋っていうか好きだなみたいな感覚ありました？俳優さんとか、笑い芸人さんとか。いやー、なんか私いなくて、多分あんまりテレビ見てなくて。アニメとか、アニメのキャラクターを好きになるってもありますからね。アニメはなんか犬夜叉っていう。あー、なるほど。誰だろう、犬夜叉が好きでした。お、犬夜叉、犬夜叉ね、主人公だ。ちょっと犬夜叉な感じの、うん、かっこいいよね。かっこいい、なんだかんだかっこいい。なんだろうね、あの髪ね、毛量と毛量多いな。毛量多いね、羨ましいな。羨ましいなじゃないの、ね、歌舞伎みたいなようで。そこじゃない、そこじゃないのよ、かっこいいとこ。あ、そか。僕ドラえもんめっちゃ好きでした。はい、初恋とは違うくて、別に普通にドラえもん好きでした。いっぱいなの言えよ。はい、でもあれ、この好きが恋かどっちなかは微妙なとこでしたよ。でしょうね、はい、なんでやねん。どっちなんだろう、この好きってどうなんだろうってのは思ってましたね。あ、そうか、うん、俺は紅の豚のジーナです。あ、いいジブリめっちゃ大好きなんだ。あ、そうなんですか。大好きで、やっぱジーナ の歌ってる感じね、うん、あれやっぱ あの店行きたいなって、はいはい、いいですね。あれはすごいね。でも飛行艇乗りじゃないから行けないね。まあね、うん、あのそこには行けない、うん、でこれだけ勝手ですメキシコ野郎ね。嫌な人、よく知ってますね。嫌な人、本当はアメリカ野郎なんですけど、純正さんはメキシコ野郎ね。嫌な人。高子さん、ありがとうございます。ありがとうございます。スレパン朝日さん、こんばんは。こんばんは。初恋がテーマですが、デートで恋人と歩くとき、彼氏または彼女のどっち側を歩きますか？右側、左側、また一緒に歩くときは手をつなぐ派、腕を組みたい派。ちなみに初恋といえば嵐のラブソースイート。あー、いいですね。これもね、うん、イントロからまたなんかいいよね。ちなみにどっちですか、歩く。でもその人によるけど、まあまあまあ、うん、俺別に決まってないけど、左側にいることは多いですね、彼女も。なんでですか。女性やっぱ心臓が、やっぱ心臓が左側にあるから、心臓の鼓動をやっぱりすぐ聞いてほしいっていう。俺やばいやん。今俺ドキドキしてるよっていう。絶対言えないじゃんそれ彼女に。いや、なんかあの右利きだから、うん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 、左手繋いでも、うん、なんかできるみたいな感じじゃない？あ、じゃあ右側にいることが多いってこと？そうっす。僕は彼女から見ては右側。なるほどね。そういう感じだ。あれは、あの、手を繋ぐのもありますよね。このどっちなの？恋人繋ぎで、どっちが上なのか問題あるよね。ちょっと指だけ的なね。いや、全然ありますよ。指だけ的なお前、どぎつい恋愛してるな。いや、そんなことないし。お前、どぎつい恋愛してる。指だけで、当たってるか当たってないかでドキドキを。そして俺の右心臓がドキドキしている。いや、左や。左や。左か。左やろ。
俺チャンス大城さんじゃないね心臓の位置が違うからね。どっち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 がしっくりくるとかあります？別に俺その人に合わせるから、こうが良ければこうだし、あーこのこうが良ければこうだし、お祈りパターンね、お祈りパターン、お祈りパターン、お祈りパターンこっちか、恋人つなぎでいいや、恋人つなぎでいいでしょ。どっちどっち、僕はね完全ちょっとジョセさん、なんで俺とやるの、ちょっとね、もちろんごめんなさいね、恋人つなぎやないかい、ちょっとこの目の前で、いやこっち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 、やられてる、俺あの相手に親指を制覇されたい。いや意味がわかんない意味がわかんない、どういうつもりだ、そうだからこっちより親指を制覇される方の、そう下側にいたい、意味がわからん、それがねだいぶだいぶ兵器が2人のいいところが出たんじゃないですか、あるんじゃないですか、だから男性にモテるのよ、はぁー制覇されたいとか言う、ファーってなんやねん、ファーとは何ですか、ゴルフ出してパッキョエ、パッキョエ出ました、出ました、左のパッキョエよく出るんですよね、おーいいですね、ちなみに腕組みたい派ですか、手つなぎたい派ですか、歩くときそれも人によりますね、あ本当ですか、うん人に合わせちゃいます、ちなみに歩くときはリードされたいですか、それともリードしたいタイプですか、確かにね、リードされたい、されたい、おーそうなんだ、人間ってこう2人で並んで歩いたときに左側にいる人の方が、あのこうなんだろう、守ってもらえるような位置なんですって、おおじゃあだから、おおなるほど、じゃあ僕がちょっと リードする側の、へえー、そうなんだ、らしくて、だからこう、はい、イケメンタイプの立ち位置というか、なるほど ね、 ね 顔以外はいいんですけどね、いや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 、何を言いますか、何を言いますか、お前そうやって下げといてそんなこと言わせるパターン、今乗りました、今優しい、いや今作戦に乗っちゃいましたよ、今優しいけど、僕はあの盾ですね、あれなんでやでたまにこう前衛と後衛が入れ替わる時にテニス行くんだテニス、そのままテニスコート行きますから、なんでそのままじゃあそのままテニスコートいいじゃあテニスの時でええやじゃあ前後になるのやっぱりイメージしなきゃいけない、あの歩く時もデートの時もイメージしなきゃいけない、デートで行くなら何せえよ、横で並びたい、顔が全然見えない、誰もいないコートに向かって立てる、何すんねんデートでテニス、それはありますね、縦横はありますよね、腕が組まれたいな、うん、どっちかっていうと、あ本当、うん、そっちの方が好きかもしれない、腕組まれたい、そうあんま嫌だ、組まれたい、僕はね、あの自由度が高い、本当のこと言っていいですか、はい、本当のこと俺はあのちょっとこうある、あ別にそんなくっつきたくない方です、ね、あ、はい、なるほどなるほど、うん、恥ずかしいってことです、うん、なんかこ う動くのが、うん、合わせるのもなんか難しいし、あれだこれだって言いたいんでしょ、そうそうそう、そかそかそか、あれが東京タワーだ、あれも東京タワーだって言いたいから、どっちにもある、どっちにも、海沿い歩いてる、海沿い歩いて東京タワーみたいなやつ並んでるあ、キリンみたいなやつね、キリンみたいなやつ品川にあるキリンみたいなやつでしょ、あるね、キリンの列があるから、キリンの列がいっぱいあるね、あのなんでわかんねえ品川ふとんとかあれもだじゃないじゃない、コメントありがとうございます、ありがとうございます、なにわやポン吉さん、はい、ありがとうございます、ポン吉さん、はい、スレンダーパンダさん、ダイダー、ももかさん、こんばんわかめスープ、ポン吉ですっていうことで、こんばんわかめスープ、なるほど、好きな、なるほどじゃないすごい、なんかサメ女優と中の青春スリーのハッシュタグもありがとうございます、ありがとうございます、青春スリーは何ですか、3月31日に映画が出るんですけど、あそうなんですか、はい、すごい素晴らしいですね、もう忙しいですね、いや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 、お二人だってもうずるずらってもう2月の予定、いや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 、もう休みの間にあの漫才やってますから、僕らいや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 、何ですかこれは、ありがとうございます、これがの3月30、31と、はい、あの新宿アットシアターというところで、うん、あのアフレコ上映会というものを開催いたします、あの通常の映像を撮った映画に、はあ、あのキャストが生でその場でアフレコをして、はいはい、うん、なんかその映像で見てるキャストがそのまま飛び出してきたみたいな、映像と舞台の融合、面白いですね、本当のスリーみたいな、はいはい、やっぱそれはあのさっきの移動上手の貞子と移動上手移動上手いろいろ移動シャンス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 シャンスシャンスでおなじみですからね、かかってるとか映像から出てくるみたいなね、貞子みたいなことですね、だからそういうことそういうことです、これいるんですか、私あの3月30のこう真上ぐらいに、あ本当だ、はい、スリーピースますね、スリーピース懐かしい、はい、人に優しく ねこの前ツイッターであの4人の並んだ画像を見たんですけど、何のあのスリーピースの、はいはいはい、人に優しくありましたね、ドラマね、めっちゃエモいね、エモかったエモかった、その頃のね初恋の曲、まあもらってますけども、あじゃ あちょっとあの DTE 岡山支部さん、はい、ありがとうございます、高校の時にチョコをあげた相手にこれ本気のやつ友達のやつって言われて友達としてだよって渡した甘い記憶だからツンデレがね半沢直樹みたいに言ったんですよね友達としてだよ
これは友達としてかそれとも友情としてか、そんなんじゃないよ、どっちも友達じゃないか、どっちも友達どっちもでいいや、友達としてだよ。今度土下座したらしい。じゃあ半沢直樹、じゃあ半沢直樹やね。岡山支部の半沢直樹っていうことですね。そうそうそう、すごいね。どうしましょう。あ、じゃあ僕の初恋の曲やりますか。あ、本当ですか。あ、あるんですか。ありますよ。あらあら、ね、まあ中3の時の元カノ、うん、それ初恋なの。初恋、あ、そっか、そんなことないじゃないのか。それ初恋じゃないけど、初恋は中1です。はいはい、はい、うん、でも曲が強いのは中3なんですよ。曲のイメージとか、うん、あの一緒になってるんですよ。なるほどね。そう、だから当時ガラケー持ってて着メロ、はいはいはい、着歌を設定できるんですよ、ね、うん、で彼女のだけその曲にしてたっていうのが、はい、あの何の曲ですか。この曲です。清水翔太さんのホーム、まあ、当時流行ってて、あー流行ってたね、はいはいはい、なんかすごくいいなと思って。なるほど、ね、サビの部分だけこう頑張ってそこに曲に合わせるように設定して、うん、流してたね。このジャケットね、晴れた日に撮りゃよかったのね。ずぶ濡れの時になんで撮るんやろうね。あ、演出あ、そうなんだ。なんでこの日しかスケジュール撮れなかった。この日しかスケジュール撮れなかった。この日の時撮ったわけじゃない。こんな土砂降りの時にね、わざわざで屋内で撮ればいい。そういう演出ね。そうそう、だからあ、これね、これだ、歌い出しもこのサビからだから、なんかいいなっていうのと、まあ、その時は家に帰りたかったの、ずっと。いや、まあなんか なんでこれなのかは特にないんだけど、その時によく聴いてたから、好きだった曲を彼女の曲に設定してた。設定してたの、そう、設定してたの、わざわざ。なるほどね。そういうことか。変えれるんだ。ホームが流れたら、ホームが流れたら彼女だってやって、うん、ないない。お前おシャンティーなことやってんな、お前。みんなやってたから。あ、ほんと。そうで、だから友達はこの曲。そんな青森の僻地でみんなそんなことやる？僻地じゃねえ。青森ご出身。めっちゃそう。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ港町だ。あ、だこれが流れたら彼女からメールが来た。そう。ああ。だから、You got メールじゃないの ？You got メール。それだった。それだった。You got メールじゃない。トントンか。トントンかはそれだった。あ、そうなんだ。これでもう、でしかもこれシャーンってなってサビに入るんだけど、うん、シャーンの時点でもパッパッパッ。お。なるほどね。聞くまでもなく、じゃあ思い出ないじゃん。曲に聞くまでもなかったら聞いてないじゃん。聞いてたの。この曲といったらもうその中3の時の彼女が出てくるみたいな。なるほどね。感じでしたね。だからバレンタインもその子から初じゃないかな。あー、素敵。まあお付き合いはしてたんですけど、あの手作りの生チョコもらった。手袋もらったの？手袋の生チョコ？すごいね、手袋の生チョコ。どうやって外したの？肩取ったの？どうやって生チョコだね。どうやって外すの？あれ、アベンジャーズのあのガントレットみたいな感じで手の形したものを。あるあるでしょ。誰がわかんねえ。違うんだ。まあまあまあ、その時生チョコ、ね、バレンタインの思い出も確かに含まれてる。ああ、いいね。本当の初恋は中1だな。これたまに聞く時とかあんの？これ今。あ、でも聴きたくなる。これともう一個君のいる街みたいな2曲好き。あ、でこれ聴いた時やっぱ思い出すの？やっぱ思い出すね。その本当バレンタインデーの思い出めちゃくちゃ強くて。お前ネチネチしてんねー。ネチネチしてんねー。引きずってるとかじゃないの？引きずってるわけじゃないの？でもマジであの生チョコをもらった時に、うん、多分まだ味も覚えてるし。すごー。でどこでどうやって食べたかも覚えてるの。でか、すごいね。まんま学生時代の記憶ないけど、ネタも全然覚えられないのに。そう、本当にそう。ネタ全然覚えられないのに、そういうことだけばっかり覚えてるの。すげえ覚えてる。中1の初恋とこの中3の生チョコめちゃくちゃ覚えてる。めちゃくちゃ覚えてる。中学校の時にネタ合わせすればよかったな。そうだな、うん、その時の、まあ、まだ覚えてるかも。僕の行きますか。じゃ あそう、木田さん、じゃあ最後ね、僕ね、もういやなんか初恋ってか淡い思い、さっきのね、その中学校の時の恋愛ってありましたけど、はいはいはい、やっぱりこう一番好きになった人っているじゃないですか。ありますね。一番好きになった人かなって思う曲ですね、うん、僕はこれかなっていうのがあるんで、好き、お願いいたします。この曲ですね。ここから行きましょう。曲お願いいたします。なんで、いややっぱね、違う、なんでなん、すごいね、すごい、うん、え、俺本当にテレビにかじりついて歯をかけたからね。だってブラウン管ですか。そうそう、ブラウン管のタイミング本当にテレビかじりついて見てて。じゃあ見れてねえよ。そう、テレビかじってから見れねえ。歯がかけたのよ。じゃあ2個あるわテレビ。かじりながらなんか違う。いや、いい曲でしょ。かわいらしいよ、本当に。あ、じゃあ、マナちゃんが好き。いや、違うんですよ。マナちゃんみたいな子に
初恋してたの昔、あ、僕が当時幼稚園の時にうう、ね、マナちゃんそっくり、あ、なるほど、でも後々気づいたので、マナちゃん出てくるのってもう俺が中学高校ぐらいかな、高校かな、うん、時に、うんうん、あれ、マザーね、橋田マナちゃん俺の初恋の子 に似てない、今まさに同じ衝撃、同じ現象で、もう似てないってなって、よかった、見なくて、で、あの福くん僕似てますからね、子供の時の僕、あ、そうなん、そう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 あ、じゃあそのツーショットがね、そうそう、その時のね、あの坊ちゃん狩り、僕坊ちゃん狩りだったんで、はい、坊ちゃん狩り、そうそうそう、そう、これ写真 SNS アップしていいですかって時に丸ってやってるんです、これ、あ、あ、そうなの、そう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 、いや、絶対丸丸丸2回目の丸、お客さんこれ写真 SNS アップしていいですかオッケーのやつどこで聞いてんねん、いや、でも今マナちゃんも福くんも大人になってね、本当にもう すごいね、びっくりするわ。あと福くんのエピソードですごいのは、将来あのまだね、もうテレビ出てたでしょ、うん、で将来何、どういうのになりたいのって、仮面ライダーになりたいって言ってたんだけど、はい、本当に夢が叶って仮面ライダーに出ててね、すごいよね、そうライダーになってんですよ、やっぱ言うもん、すごい福くん、そう言うもんだよ、夢は言うもん、そうだから純正さんちょっと夢言ってください、もう言ったら叶うんで、言ったりましょう、僕あのクレープ屋さんをやりたい、わーかわいい、かわいい、どういうこと目がギンギンですけれども、すごい、生チョコいいの、生チョコ、ちょうど入れてるわ、あ、やっぱ覚えてるの、あの時の忘れられてないの、あの時のやつまだ持ってるんで、その時の持っているの、名前なんて名前なんですか、何がそ の女の子の名前、なっちゃん、なっちゃん、じゃあもうクレープなっちゃんね、あゃん、え、店の名前もなっちゃんなんの、クレープなっちゃんです、あ、そうか、じゃあ純正さんのクレープやってきた皆さん、もう夢叶いますね、遊びに行ってあげてください、いろんな意味で夢叶う、はい、クレープなっちゃんぜひ来てください、お願いします、さあさあ短い時間もあっという間、あ、短い時間あと5分で終わり、あっという間じゃないのよ、あっという間誰が区切ったのよあと5分、ありがとうございました、ありがとうございました、ごめんなさいね、いっぱい喋っちゃって、なんか告知とかは、まあ、先ほど言った舞台もありますけど、はいはい、もう一回改めて告知をお願いいたしますよ、ありがとうございます、ちょっと2個ぐらい、ちょっとはい、どうぞどうぞ、まあのさっきね出ました、3月の30日、はいはい、31日土曜日と日曜日ですね、うん、新宿アットシアターというミニシアターで、はい、あの主婦の青春3という大人気シリーズのね、うん、主婦の青春1、2、3度続いてるんですけど、うん、はい、その、 あの映画が公開されて、私もバツイチの、うん、あの年下彼氏の、はい、ちょっとあのこうヤンデレというか、うん、やべえ彼女役をやっております、あ、なるほどね、そういう設定、キリっぷりを、あ、なるほど、見に来ていただきたいなと思います、いいですね、はいはい、じゃあ続きまして2つ目、はい、2つ目お願いします、下船の夢という、はい、あのこちらまたちょっと全然テイストが違うんですけど、はいはいはい、舞台、舞台で5月の29日から6月の2日、はい、新宿サンモルスタジオというところでやらせていただきます、はい、あの元あの劇団四季の方とか、うん、あのワンピース歌舞伎に出ていらっしゃる島篠谷さんという方が作演出で、はい、結構すごいメンバーでやりますので、はい、こちらもぜひあの明治初期のお話ということで着物着たりとかも頑張りたいのでよろしくお願いします、よろしくお願いします、 インスタチェックしてください、はい、します、ぜひぜひ絶対行ってあげてくださいね絶対見てくれよなみたいな絶対行ってくださいねありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、我々もじゃあちょっとごめんなさい、ちょっと書いてまんでね、はい、お願いします、はい、事務所ライブがありまして、あります、こちら事務所ライブなんですけども、なんと渡辺エンターテインメントの、はい、メンバーの方々と VS ということで、うん、はいはい、今年からうちの事務所はちょっと VS シリーズということで対決していこうと、はい、そう、いろんな事務所の方をこう呼んで対決して、うん、でお客様に投票してもらって、どっちが面白かったかなっていうのをネタと大喜利とクイズでね、いろいろ戦って勝敗を決めるライブをね、はい、うん、第1弾目なんですけど今年からの、今週の日曜日、はい、それが2月18日、はい、12時30分会場、13時開演で池袋東口激パでございますけどね、はい、ありがとうございます、こちらね池袋東口激パと西口激パってのがあるんですけども、ややこしいんで東口で覚えてください、うん、の激パの方です、ビッグエコーの地下と覚えてやってくれたらね、はい、よろしくお願いいたします、まだまだチケットね全然ねありますので、ぜひ来てください、お願いいたします、以上ですか告知は、ね、あとあれがありますね、はい、舞台が、あ、そうだ、ね、一番プラス 1.5 という朗読劇、はい、ね、あの舞台と舞台の間にねちょっと、うん、サブストーリーみたいな感じで朗読劇があるらしいですね、みずみずがねこれも出てましたね、7月末
あ、じゃあ2月25日、はいはいはい、これがねミフミフ出てますのでこちらもチェックしてみてください、はい、でなんとこれ朗読劇なんですけども、そうそう、舞台と舞台の間に今ちょっとやろうかって話なんですけど、もう一個の舞台の時にもしかして我々出るかもしれないということで、そうなんです、出させてもらうかもしれないということで、だからねこっからつながるかもしれないんでね、はい、もしチェックしてみてください、皆さんよろしくお願いします、はい、お願いいたします、はい、ということで、あとミフミフも今まだね、あ、そう、舞台やってますので、そうだね、 SNS チェックして、ね、あの、はい、大島みゆきで調べてくれたらですね、よろしくお願いします、スケジュールがぜひ載ってます、で金曜日我々もね、うん、スレンダーパンでちょっとね、はい、はい、あのおこがましく見に行こうと思ってますのでね、せっかくなんで行きますよ、はい、やっぱこういうところで恩を打とかないとね、いや、うん、あんま全開で言うなよあんま全開で言うんじゃない、なんか私も言ったんですけど、すごいスケールで、マジですか、おでこ出しました、だめっちゃ出てましたよ、やっぱ出すんだよね、ガンテガンでしたよ、おでこ見に行くんじゃないちゃんと全体見なさいよ、あ、そうです、舞台も見てください、はい、よろしくお願いします、いやー今日はね急遽ということで、いや、すみません、本当に楽しかったです、いろんなエピソードも言っていただいたり、チョコもありがとうございます、あ、チョコありがとうございます、本当にホワイトデーになってます、じゃあ私は金の髪飾り、はい、そして金のネックレスダブルでお返ししたいと思いますので、じゃあもうやんちゃやな、もう本命ですね、これは本命ってことですよ、あとシャコタンの車も超ドヤンキードヤンキー、超田舎のドヤンキーはい、ということで、はい、まあね、じゃあ以上でいいんですか、ね、はい、以上でございます、はい、ありがとうございました、はい、ということで、本日の、まあ、MC そしてゲストは朝日ももかさんでした、ありがとうございました、ありがとうございました、バイバーイ、セレコンミフキ、また再来週。